あとなんか聞きたいことあるかい？なんかあるかな、俺も話すこと。いやマジ今日のさ、ツイートのさ、出来事さ、本当嘘みたいな話が起きたんだけどさ。なんかその引っ越しのさ、いろいろ段ボールとか開けたりとかさ、やってるわけよ。それでさ、段ボール捨てようと思ってさ、ガムテープねってなってガムテープ買いに行ってさ、ローソン行ったらさ、なんかミニオンのなんかティッシュ売っててさ、箱の、なんかそれに目がくらんで、このティッシュだけ買って帰るっていう、なんか意味がわからない行動をしてしまったんだよね。怖い、自分が。もう何しに行ったんだってなった。いや本当にやばいよね。嘘っぽくて本当の話なんだよね。いやマジで何してんだっていう。ね、ミニオン男子また来た。え、絶対思われてるわ。Thank you.